私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐の英語曲が軒並み不評、日本語でいいのに。ブルーノ・マーズ提供曲はどう受け止められる？小なりクローズして終わるのではなく、チャレンジして終えたいなと思っている大なり。小なり俺はやっぱりその、ノブレイクするタイミングまでひたすら挑戦するという道を選びたかったんだよね。2020年以降の嵐のことを考えても、メンバーそれぞれのことを考えても、嵐というグループにとっても、一番いい選択なんじゃないかなと大なり。常に新しいことにチャレンジするのが、これまで20年近くのキャリアで貫き続けてきた、嵐らしさ、であり、活動休止前だからといって、嵐らしさを失うわけにはいかない。そのために選んだのが、世界進出、なのである。そしてそれは、いつか来る嵐の活動再開を見越してのものでもある。二宮和也は、同番組で小なり、また、嵐を、見たいな、と思ってもらえることをやりたいと思う。すごく声を、大にして言いたいのは、解散じゃないし、活動休止というわけだから大なりと語っている。ファンが活動再開を待ち続けずにはいられないような魅力的なグループのまま活動をストップさせるためにこのチャレンジは必要である。それが5人の共通認識だったのかもしれない。ブルーノ・マーズとのコラボレーションが実現に至った背景にこうしたメンバーの強い思いは無関係ではなかっただろう。これまではファンにあまり受け入れてもらえなかった世界進出曲だが、Whenever You Call はどう受け止められるだろうか。嵐の新曲、Whenever You Call が18日に配信される。この曲はブルーノ・マーズが楽曲制作とプロデュースを担当した曲としても話題だ。Whenever You Call は嵐の活動休止予定を知った上で、ブルーノ・マーズがこれまでの嵐の楽曲やライブパフォーマンスを確認して書き下ろした嵐史上初の全英語言葉によるミディアムバラードだという。2018年のグラミー賞で主要3部門を総なめにした世界的なスーパースターの楽曲提供に注目が集まる中、当の嵐ファンは嵐の世界展開にあまり好意的ではないようだ。9日に、Whenever You Call のリリース情報が解禁になった際も、ネット上では、嵐もブルーノも好きだけど楽曲提供はなんか違う、といった声が上がった。嵐の英語曲は、嵐らしくない？嵐は活動休止前ラストイヤーのチャレンジとして、世界進出の動きを活性化させた。J-POP よりも海外の音楽トレンドを意識し、海外ミュージシャンとコラボした配信限定シングルシリーズを昨年末からスタートさせた。2019年11月にターニングアップ、今年7月にはIn the Summerをリリースしている。ブラックライブズマターの高まりを受けたアメリカ音楽業界のボイコットによってリリース延期になってしまったが、本来であれば6月に、パーティーストーターズという曲も配信される予定だった。ブルーノが書いた Whenever You Call もこの流れにある楽曲だろう。しかし、英語言葉を中心としたこれらのシングルは旧来の嵐ファンからはあまり受けが良くない。例えば、In the Summer は、One Direction、One Sing、Ariana Grande、One Last Time、Lady Gaga と Blackpink へのコラボ曲、Sour Candy などを手掛けたラミヤコブシのペンによるものだったが、ネット上では、休止報告前の方が嵐らしい曲で好きだったな、期待してたのに、残念すぎる新曲、あんなの嵐らしさみじんもないし、嵐に無理やり英語喋らせないでくれ。普通に日本語の歌の方がいいし、と、ファンの評判は散々だった。ファンの反応は芳しくないが、嵐のメンバーが世界進出という挑戦にかける思いは非常に強い。嵐のドキュメンタリー番組、嵐イズダイアリーボイジ、第10話では松本潤が渡米して打ち合わせを重ねる様子が映し出されているが、その中で松本はこのように語っている。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。